男と育つね。さすが大人。さすが。今の若い子ちゃんに言ったらヒーとかされてたのかもね。そうなんです。本当ですか。今までですね、このネタは受けたことがないという。いや、もったいないですね。もったいないんですよ。可能性秘めてるね。そうなんですよ。ちなみに、ラジオ番組内で何ていうふうに呼ばれてらっしゃる。あ、山内ね。山ちゃん、はい、山ちゃんでも、はい、山内。山内でも呼び捨て。充電器あります？ 16% しかないんですけど。はい。ちょっと喋っといてね。はい。今日オープニングいいよ。オープニングかっこいいですね。うん、さあ始まりました。ガハハハ早いぞ王国です。今日はトロピカルビーチより、サテライトスタジオ FM ギノワお届けしております。皆さんこんばんは。聞こえてますかね。今日はあのサザンブリーズと2時間スペシャルってことで、サザンブリーズ聞いた皆様ありがとうございます。この後も、ガハハハ早いぞ王国早見とですね、山内局長山内とお届けしたいと思います。今日はですねテーマが出会いってことでサザンブリーズがお届けしてるんですけども、今日も早いぞも出会いを重ねていいかなと思うんですよ。今日は素敵なゲストも来てますので、その出会いっていうのもね兼ねてお話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、シュペングさんも早速コメントありがとうございます。やばいな、なんですか、美しすぎてスマホの画面をガン見しすぎて穴が開いてしまった山本さんのことですね。そうなんですよ。もうすごいですよ。ツイキャスゲストさんが来た瞬間にこのコメント本当にコメント数が多くて、何ですかもうこの山ちゃんと私の時の回数と違う、ね、このクールっぷりはそうでもなかったんですけど。そうなんですよ、山本さん登場で、はい、そうですか、一気に盛り上がってきましたね。そうなんですよ、うん、皆さん美人美しいっていうコメントいただいておりますが、そうなんですよ、はい、ツイキャスでも皆さんお楽しみください。はい、ぜひぜひ、この番組はどういった番組でしょうか。はい、この番組は、ギノワンの情報番組、あとエンタメ情報ってことで、はい、エンタメ情報、はい、エンタメ情報番組なので楽しく、ラジオをお届けしたいなと思っております。情報は一月に1回ぐらい、ね、いやいやいや毎週お伝えしてますよ。お伝えしてました。そうです、あの先週からちょこちょこ入れ始めた感じ。違う、その前からガハハ早いぞ王国はギノワン市の情報番組だったり、はいはい、金曜日ってことなので土日のイベント情報などなど、あ、なるほど、はい、お届けしております。さすがですね、はい、ウォーミーさん、ありがとうございます。チャック壊れたさ、もうなんでよ、またこれな。いや、あの、わからないじゃないですか。好きですね。好きなんですよ、皆さん。はい、いいと思います。正直者のね、リスナーさんがいっぱいなので。そうですね、じゃあ嘘がつけれない。はい、ぜひ、はい、メールお待ちしております。メールお待ちしております。山本さんへの質問でも、はい、何でも構いませんので、ぜひぜひお願いします。お願いします。メールアドレスは、はい、797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。よろしくお願いします。今音楽、うん、面白い。じゃあ石田で出して大丈夫ですか。曲をお届けします。ケイティペリーでファイアーウォークス。はい、そんな大好きな曲です。ああ、そうなんですか。さすが、やっぱちょっとこの出会いは何かありますね。よろしくお願いします。この後空いております。普通に面白いんですけど。こんな感じなんです。皆さん見てください。違いますよね、山田さんの対応が。そうなんですよ、よく言われるんですよ、もう分かりやすいな。分かりやすくて、うん、嘘がつけれなくて。そうなんですよ、そうなんですよ、もう本当にね、普通におじさんがゲストの時はほとんど喋ってます。大丈夫ですか、それ。マイク遠くで喋ってます。あれ、やるな、そうなんですよ。男性ゲストを
って言ったらもうツボみたいな感じで、今日女性行きますって言ったら、はい、もう張り切って頑張りますみたいな感じで。そうなんですよ、ちょっとね、早見だと何ですか、このなんていうんですか、テンションが 30% ぐらいと思って30%? 70% に上げ、どんなやつ 40% 上げようかなと思ってたんですよ。だったんですか、はい、まあ、トロピということで 40% ぐらい自然に上がれればいいなと思ってたんですけど、はい、昨日のあのね、はい、テスト来ましたよーってことで、その写真も送ってもらったら、はい、もう眠れなくなって90%ぐらい怖いですこの出会いが先に広がっていきますように、よろしくお願いいたします。ぜひぜひ、はい、いろいろコメントが来てます。そうですね、何で紹介してくださいタイもヨガやるのって。あー実はまだやったことなくて。ヨガ長ねえ興味があって山さんそうなんですよ、どうでしょうか山さんも。あ、僕男性も、男性もやりますよね。あ、男性もしかしてここのタイプ感じで、うん、多分沖縄初でやります。えー、年内に日曜の夜で、男性ほら昼間、はい、今日中とか普通にやるから、うん、はい、日曜の夜だったら、はい、なんか大丈夫なんじゃないみたいな感じで。なるほど。メンズ、あのバンドヨガっていうのもことでやってたんですけど、自衛隊ヨガとかいろいろあったんですよ。自衛隊、それと、あとはあのメタボリック症候群の方を、はいはいはい、会社のね、健康診断に引っかからないレベルまでにアップしていこうっていう2つのレベルがありまして、はい、自衛隊ヨガきついですよ、なかなか。あ、そうなんですか。筋肉つきたいですよね。あ、いいと思います。じゃあそのあたりの話をしていきましょうか。そうですね、そうですね、まあ、これ確定がないのでどこまでいっていいのかわかんないけど、でもそういった男性ヨガもあるで、も筋肉がつくっていう話を ね、はい、男子ヨガも、まあ、ちょっと年内あったりなかったりって感じに申していて、女子クラスはもう、ね、年間500人ほどってます、こっちでって、はい、1期で150人くらいで4期やってるんです。すごいな、すごい多い、なんかね、早朝ヨガとかもやってますよね。こっちかな、芝生でやってるみたいな。沖縄はもう本当に恵まれてるから、風土が豊かだし、こういうところでヨガあったらもう全然違うんですよ。パワーも違うから。本当にちょっとだけはね、ヨガ知ってるので。えぇー、後でちょっと話しましょう。本当にわかんない、大丈夫ですか。大丈夫です、ね、心配されてるわかるって本当かなって言ってね。じゃあ自己紹介から入ってもらえますか。はい、あ、もう大丈夫ですか。ちょっと待ってくださいね、はい、早見さんが仕切りますので。いやいや、仕切りまちで、はい、きます。早見さんの番組なんで。そうなんですか。あれ違うよ。さん今日はあのコラボで、あ、コラボで一緒に、じゃ私の番組なんですけど。さあ、この時間は18時7分を回っております。今日は、FM 機能案よりサテライトスタジオ、はい、トロピカルビーチからお届けしております。テンション上がるね、トロピカル。そうなんですよ、また海のね、風景とね、いろんなビーチで遊んでいる人たちと一緒にね、絡みながら。説明してください、ビーチの雰囲気を。ビーチの雰囲気、はい、どうですか。そうなんです、あのビーチパーティーしてるね3回ですね、はい、してる方とね。ビーチしか行ってない。いや、トロピカルビーチといえば、うん、ビーチパーティーもできるっていうことで有名なんですよ。至れり尽くせりでね。そうなんですよ、うん、で皆さん泳いでる方も、トイレはどこの、あのビーチでもありますのであのゲストさんが隣でも爆笑で止まらないんですけども。早速紹介しましょう。そうなんですよ、はいはい、じゃあどうぞ自己紹介お願いします。はい、では素敵なゲスト来てます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ただいまご紹介に預かりました、はい、山本玲子です。皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれもう山本さん本当に品がある。そうなんですよ、よく言われる、うん、さすがですね。泣いちゃって。いやいや、声も綺麗で。本当ですか、ね、素敵。大丈夫でしょうか、この番組。いやいやいや、あのその辺はちょっとあまりさらない。あ、そう。見ちゃうの。見ちゃうの。うのやめてください。はい。これは、ちなみでしたっけ。秒速。秒速です。秒速なの。得意技なんですけども。そうなんです。でも最近ちょっと衰えてきたっていう。なんかね、バレるんですよ。そう。
はい、若い時は高速チラ見上手だったみたいなんですけど、今ちょっと遅くなっちゃった。遅くなっちゃったので気づかれちゃった。筋肉がね、ちょっと弱くなっちゃった。あら、まずいですね。だからもうヨガかなと、これは。あら、上手だ。そこに繋げましたけど。いい運びです。さすが、どんどん3枚いきましたね。はい、なるほど。あの今日はね、はい、早見の紹介ということなんですが、そうなんですよ。私も昨日ですね、なんかもう10年ぐらいで気がする。もう同じ匂い、違う。いやいや違いますよ。何ですか？あのヨガのイベントのね、司会を私が務めることになりまして、お、はい、いたしました。そうなんですよ。いいですね。それで、はい、めいこさんとお話しすると、もうぜひ FM ギノワに出てほしいってことで声をかけると、もう喜んでって言って来てくれたんですよ。さすが、もうはいと喜んでしかないですね、はい、山本さんのね。はい、そうなんです。辞書の中にはいならございます。ないです。ノーなんてそんなないです。そんなないです。返事は 0.2秒、ただイエスしかない。イエス、そうなんです。さすがですね。早速、はいはい、今日来ていただいて、はい、ありがとうございます。いろいろレイコさんのことを伺いたいなと思うんですけども、はい、レイコさんのね、出会いっていうのもつながりがあって、レイコさんとヨガの出会いなど聞きたいんですけど。あ、そうですよ ね、うん、新しい。レイコさんはもともとハンドの方ですか？そう、はい、山本だからね。そうなんですよ。山本はね、今の主人の名前、はい、名字で、うんうん、あ、そんなのもいろいろあって、もともと色々あるんですけど、ちゃ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 いやいやいや、なんか主人ってもちっとな、ね、いいじゃないですか。あらー、あら、あら、素敵。皆さんどうしますか？いやいや、皆さん変わらなく。レイコさん、ね、はい、変わらなく大丈夫。山下さんだけです、動揺してるの。あ、そうですか。あ、まあまあ、どちらの出身なんですか？はいはい、生まれ育ち東京都でございます。出ました、江戸っ子。江戸っ子です。仙台続いての江戸っ子でございます。ただね、やっぱりもうずっと沖縄が大好きで憧れていた地でね、しょっちゅうしょっちゅう年に1回は少なくとも旅行には来てたんですね。なるほど、はい、まさか住めるようになるとは思わなかったけれども。どれくらいですか？もうね、かれこれ3年3ヶ月が経ちましたね。結構経ってますね、3年なんだ。もうぼちぼち経ってきました、おかげさまで。いいですね。そうなんです、本当にね、皆さんの懐に入れていただいて、まだなんとか無事に生きてますね。いやいやいや、もうレイコさんとかね、入れもくれましたとか。ほんとです。違う意味ででしょ、今のね。違うこと考えたね、今ね。どう考えても。正直に謝るという。ポイントは来てるんですが、ね、そのヨガとの出会いで、そうなんですよね、うん、ちょっと伺いたいんですけど、はい、ヨガはですね、はい、こんなラジオで言っちゃっていいのかなって、はいはい、本当に追い詰まった時期があって、そうです。あのね、ドーンと来るでしょ。いやいやいや、そんな時があったので、はい、そこでふっと出会ったのがヨガのね、おばあちゃん先生だったんですよ。本当に私が20代の初頃の頃で、その時に出会ったヨガが衝撃だったですね。おばあちゃんのヨガだったので、派手なポーズや華麗なポーズはないんですよ。ただ息吸って、吐いて、背骨伸ばして、吐いて、地味なやつだったんですけど、はい、それから心がだいぶ軽くなっていったので、はい、なるほど、はい、あのヨガはね、はい、この体をこうやるイメージですけど、実は違うんですよね。精神性ですから。よくご存知ですね。だから知ってるんですよ、本当に。あの、本当にやってみたいなってちょっと思ってるぐらい。はい、じゃあやりましょう、ちょっとね。そうなんですよ。なるほど。でも主人いるからな。なんでそこどこでは関係ないよね。関係ない。ほら、山内さん、はい、すぐコメントが入りますよ。すぐですね。突っ込みが早いですよ。ですね、黄色い顔の人が、はい、その山本玲子さんのブログを見つけてくれましたね。そうなんですよ。ありがとうございます。はい、たまにしか更新しないのですみません。見つけていただいて恐縮です。ぜひ皆さん見てください。ぜひぜひよろしくお願いします。ってください。それで、はい、もうヨガの教室をやっていらっしゃる。はい、おかげさまで。イベントとかも結構やってるんですか？イ
イベントは実はですね、うん、次の8月で3回目となりまして、はい、あのまあ公共施設のみでしかやっていないんですけれども、はい、宜野湾の市民体育館、はい、羽衣門パークマネジメントさんというところで、こちらの管理させていただいて、はいはい、あの今回第3回目を迎えようとしています。なるほど。そうなんですよ。教室はちなみに、はい、あのいつというか普段のレギュラーっていうんですか、クラスやってます。あの宜野湾で4クラスです。昼1クラスと、はい、夜が3クラスですね、はいはい、で1クラス40名ぐらいで、1回10週間で1期なんですけども、はい、主に160人の皆様をお預かりしています。年間4期なので、はい、まあ、それかける4ということで、計算苦手なんでみんな頑張ってね。あゆみじゃ計算してみます、ね、ちょっと待ってください。160かける4っていくつ。でもなんか話の噂によると人気だから、うん、あのクラスも増やしたっていう。あ、そうなんですよ。おかげさまで、うん、最初ね1クラスくらいだったっていうんだった、はい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 、なんだけども、はい、今なると4クラス合わせて4クラスぐらいで、ね、じゃあまさにね、はい、その転職というか。そうですね、はい、だったんでしょうね。それまでは違うお仕事だったり。あ、本業は別に私ありまして。そうなんですか。そうボランティアで始めようと思って始めたら、はいはい、あの、ありがたいことにすごく高人数も増えてきて、はいはいはい、はい、ボランティア的に始めたんですけれども、そうなんですか。糸満、富城、あとは糸満、富城、美濃、浦添ですね。へー、ちなみに本業の方も気になるんですけど。本業は言えます。大丈夫ですか。本業全然大丈夫。あの投資家だったりとか。へぇー、意外でしょ。計算機の投資家だったという。いえいえ、本業分からない投資家。すごいですね、投資家。そんな感じなんですよ。山田さんキラキラしてきましたね、目が。まあ、どっちかというとかっこいいんだけど、なんか言ってると全然かっこよくなくて。いやいやいや、いいっすよ。なんかお勉強しながら、あの、そんな感じでやってますね。いいですね。その投資家をしながら、ヨガ、はい、の、そうです、講師をしてっていう。あとあの講師業ですね、はいはい、風水の、私実は上級風水師です。すごいですね。風水、まあ、これもう友達作ろうみたいな感じで、ほとんどの、うん、もう本当にお安いお金でやらせていただいてて、うん、今も本当に県内8組織できてありまして、もう大物感がプンプンしてる。よく言う、今更やだ。最初からもうあんなに玲子さんみたいな感じだったのに。話せば話すほど近寄れなくなるでしょ。やめなさいよ。お前なぁ、この人はすごい人ですね。すごい方ですよ。ゴミ出したりね、シンク磨いたり。いやいやいや、本当に変わりますね。なるほど。いやでも、コメント来ております、うん、はいはい、質問ですね、はい、山本さんはサップヨガも教えてるの。さんはサップさんとか言っちゃった。サップはですね、実は私まだ勉強不足でして、はい、でも専門家の方すごく沖縄のね指導者の方多ございますので、はい、皆さんぜひねヨガという名前のつくもの何でもいいと思うんですよ、入り口、うんうん、ぜひぜひ経験なさってみてください。サップヨガも本当近年人気ですからね。何ですかサップヨガって。なんかね、体幹をこうなんかこう上に乗ってこうやるやつなんですけど、はい、すごくこう体幹軸を整えるじゃないとバランスが取れないので、ちょっと言葉では分からないので、なんかサーフィンっぽい感じの、やってもらう。ほらほら。無理でしょこれ。こけますよ。そこはね。まあまあまあ。さすがにね。そう、どんな人もやらそうしてますね。やらそうとしてますね。大変ですよ。ちなみに私が参加していただいてるのは、はいはい、ビューティーヨガという、はいはいはい、あのもう下心満載のヨガです。あら。どういうことですか。女の欲望そのままよ。あ、綺麗になるために。そうそうそう。なるほど。変な話昼間からごめんなさいね。全然大丈夫です。はいはい。ウエストを締めたいとか、はい、ヒップをこうプリッと上げたいとか、うん、そういうのも大きくなるもんなんですね。ねえ、これが山さん。どうも山山つながりで、ね。大きくしたいのだよ。いやいやいや。男性の方。そうそうそう、男性もって。ね、うん、はい、男性のヨガも実はダンディヨガとか、ね、あとは自衛隊ヨガみたいな、うん、こう筋力を上げるクラスと、うん、あとはあの体脂肪とかね、うん、あのメタボをこうちょっと解消していこうっていうヨガのクラスもやっていましたので、はい、マレーシアでも教えていました。マレーシア、はい、マレーシア、はい、じゃあ沖縄来る前はあマレーシアに、はい、永住権持って、はい。でもやっぱりこの大物感は、いやいやいや、まだ住んでただけじゃね、やだもうやだ、すごいね。
話せば話すほど話せば話すほどいろいろね違うのもよかったですけどね。だからですかね、山本さん綺麗でねえお肌もスタイル良くて。そうなんですよ、さっきからお口並みしてだからよ、いや並みつかレイコさん、私と喋ってる時に目線ここってますからちょっと気をつけてくださいね。ヘルモンじゃないからそうですね。さすが、もうあれですよさすが大物感漂いますから。もうね、そんな小娘じゃないですから。ほらじゃあ私もレイコさんみたいになるようにヨガから。いや、こうなったらスマイヤで。はい、スマイヤで。スマイヤですよ。何言ってんですか。嬉しい、なんか、はい、いや女子っていうのはなんかいいかなっていうふうに、ちょっと反省もされてダメなの、ついてちゃうの、こう字がこうベローンと出ちゃう。いいね、いいですよ、ね、出た方が。ごめんなさいね。いやいや、もうその何言うんですかね、ド S キャラもう想像しちゃってたのに、言われると生徒に、先生ド S よね。そうそう、だいたいインストラクターの方はド S が多いですよね。あ、そうなんですか。私だけじゃないのね。そうです、だいたい物を教えようという日からね。物を教えようってだいたいド S です。そうなんですね。だいたいラジオとド S は相性がいいんですよ、はい。伝えようとするっていうのじゃなくて、だしこのリスナーさんはド M が多いですか、ね、ああ、はい、それはあるかもしれません。怒られたい。じゃあレイコさんの番組募集もいいかもしれないですね。素敵なお姉さんに叱られたいっていう、叱られる番組。そうそう、なるほど。私小学校の時のあだ名がドロンジョだったんですよ。ドロンジョっぽいな。ドロンジョどうしてだな、これは。壊れるのよ。そうなんですね。どうも小学生だったのか。小学生でドローンじゃんって、うん。なんでだろう ね。なかなかみんな、あれだね、神秘感持ってるね。すごいですね、いいですね。あ、なるほどね。知らない人できちゃった。あららら、いいんですよ。はい、はね、にちょいさんが、友達に加納姉妹で、そうで、セレブ感バリバリってことで、もう加納姉妹のオーラっていうのかな。逆に姉妹の一人っぽいよね。確かに、本当、この辺にこう塗ったらいいですよ。そっか、キラキラのキラキラとなんかテカルオイルじゃないかなってちょっと揚げ底のレモンパイかなってあげて、ここはもう今そのままでいい、そのままでいい、ナチュラリー、ナチュラリーで、こんぐらいがいい、山さんは。え、こんぐらいのね、がいい。はい、何ですか。そこは。いや、いますのか。じゃあ、いますのか。そうだから。当然です。ね、同じ、はい、いみちょいさんが、ド S なんですね。いじられたいってことで。やっぱり、多いですね。このいみちょいさんというのはですね、ド M の変態でございます。こらこら。もう一緒でしょ、皆さん。ヤバイさんも。でも、男性の方って結構言われたいっていうか。怒られたい、ね、怒られたいっていうのはあるかも。確かにね、ね、実はね、先生ね、先生って言っちゃった、レイコ先生って言ったら先生ね、このお家で言われたよ、部屋で部屋で言いましょうね、先生ね。この調査しながら言われたりもう全部自分のね、想像に持っていく、すごいなんか妄想アフロになる、すごいですよね。もうさ、座り方とかさ、持ち方が違うから、だマイクもさっきのマイクの持ち方、ね、今もすごいよ、はい、ごめんなさい、先生は、はい、先生ね、もともとね、銀座のクラブのママやってたから、はい、生徒さんみんな知ってるからたまにママとか言われてるんだけど、もともと銀座のクラブ、はいはいはい、そうするとほら、銀座のクラブって、はい、やっぱりまだなんていうの、大会社の社長とか、はいはいはい、製材会も、うん、名前言わないけど大先生とかいらっしゃるんでしょ、でああいう方ってないから、普段人から怒られることってないわけ、はいはいはい、そうすると、うん、なんか銀座のママとかで、ママにコラとかね、そうそうそう、ダメージのとかね、そうなんですよ、言われたいっていう、言われたい、ひそかにね、なくもないみたいな、いやいや、言われたいと思うんですよ、もう男はみんな少年ですから、ジジイになって、いやね、うまくれなってもそうかもしれない、そうです、そうなんですよ、そんなもんですよ、さあ、ですね、はい、もうあれに飛びすぎなので、そういうあれにって何に飛ばしてますよね、山田さんがそういう系に行き過ぎなので、なので、はい、戻して、山本さんね、ちょっと戻ってもらって、ね、戻って、はい、
あのイベントの話をそうです、ね、しないと気になるイベント情報なんですけど、はい、そうですよ、何のために出たのかってなりますそうですよ、関係者の方も結構ねそうなんですよ、関係者の方もいてらっしゃると思うので、はい、そうなんですか、そうなんですか、そんな中僕大丈夫ですかね、そんな宣伝したったから、はい、そうですね、あら失礼なとおっしゃいまして、いえいえ、はい、ね、すいませんね、はいはい、ではしてからに気を取り直してからにってしてからにうちな、では皆さん改めまして、はい、来たる8月12日ですね、はい、8月12日に、はい、宜野湾市市民体育館のメインアリーナ、すごい体育館で、うん、そちらで夕方5時からですね、うん、ちょうど日がね傾くころですけど、あ、夕方からなんだ、そうなんです、その方がなんかロマンになるでしょう、ロマンになる、その時間から始まるの、あ、それで月、はい、はい、そうなんです、ね、ビューティーヨガ&ハワイアン、うん、ハワイアンフラというイベントを、はい、あら、フラとコラボ、コラボ、はい、あとフラの先生も素敵な先生っていうのがやったんですけど、すごいイケメンなんですよ、わーおー、あのね、広がっちゃった、わーおー、山さんが面白くない顔してます、面白くないかな、声がしてる、イケメンの、イケメンの話するとちょっとムッとする、いいですね、喋っててください、はい、ちょっとあの水着やるみたいな、そういいね、勝手に喋っていやいやいや、ここもちょっと PR していただきたいので、そうですね、はい、あの、渡辺剛先生と一緒に進化した人たちね、はい、世界で剛さんっておっしゃるんですけれども、はい、この方ね、珍しく男性の船の先生、そうそう、珍しいですよね、珍しいでしょ、でしょ、ほとんど女子のね、方がね、綺麗に踊る感じかなと思うんだけど、男性の方で、ね、珍しい、はい、あの、この近くだとね、あ、言っていいのかな、企業の、あの、ガルフスポーツクラブさんでね、石田さんと前田さんと牧美奈さん、私も会員なので、私ゴールド会員だよ、皆さんも来てね、はい、こちらの方で教えてらっしゃるの、こちらの人気の先生、人柄もよろしいし、お顔なしとかね、スタイルもなかなかエキゾチックだしね、なるほど、腰の動きとかすごいやっぱフラとかね、すごいね、いいの、ファンが多いです、その先生と今回ね、あの、第3回目なんですが、うん、初コラボになります、なるほど、いいですね、フラとヨガっていうのもそうなんですね、なかなかね、うん、ないない、ありそうでないですよね、そうね、このポスターのちょっと上のところに公共施設で沖縄初の試みというふうに書かさせていただいたんですけど、本当にレアで、うん、あの、今回パイオニア的な挑戦になるので、はい、非常に歴史的意義の高いイベントになるかなと、なるほど、あら素敵、自負したわけですね、素敵、しかもね、夕方からってなかなかないですよね、そうなんで、大体ね、朝とか、うん、昼とか、そうですね、女性ターゲットですからね、はいはいはい、うん、そんなにイメージがありますが、うんうん、あと日が強いとさ、なんか溶けちゃうじゃない、うん、溶けますよ、ね、あの、うん、夕方からなのにね、うん、ちょっとロマン、今の時間帯ね、やっとちょっと涼しくなって、そうそう、やっと涼しくなったな過ごしやすい時間になりましたけど、うん、この、対象者は女性女性で150人っていう風に書いてあるんですけど、実は150人は先着でおやつをいただける方、あ、結構いいおやついただけるからね、オアシス食堂さんが作ってくれた、はい、お客さんお願いしてる80人ですけど、はいはい、プレミアムなおやつ、体によくて美味しくって、はい、とてもナチュラルなものなのね、はい、これ150名様に先着の方、予約した方ですので、はい、皆さんお電話とか申し込みしてくださいね、はい、わかりました、で男性は、はい、あの、一緒に拝ったりはできないけれども、はい、あの、ご主人様と一緒に出したり、ね、彼さんと一緒に出したりとか、はいはいはい、周りで、ね、いらっしゃる分には全然構いませんので、あ、そうなんですね、どんな人気なのかなっていうふうにね、うんうん、あの、ぜひチラ見してみてください、あら、チラ見してみてください、皆さんもどうぞチラ見しに、はい、本当ですか、はい、あ、じゃあチラ見しに行って、自転車も結構16店舗ぐらいでしたっけ、はい、出店者の方も16店舗さんで、はい、出店というのは、あのですね、宜野湾の、はい、あの、出店者様、いろんなオーナーさん、カフェとか、うん、あの、まあ、いろんな野菜の店とかサロンさんとか、はい、全部私の友人なんですけれども、あの、体育館の中で、はい、出店します、あ、素晴らしい、あと宜野湾からもですね、あの、久米さん家のチラキャロットって、そういえばめちゃくちゃ美味しい人参屋さんがあって、はい、そこも出店して、そことオアシスさんがコラボして人参のスイーツ出るから、あ、美味しそう、絶対来て絶対食べて、絶対美味しいと思う、はい、
もうねコラボしてるのね。すごいですね、いろいろと本当にある。そうなん、化粧品、ナリス化粧品とか。そうなん、私のお友達すごい可愛い方がオーナーさんだから、もうぜひ皆さんね会いに来てほしいですね。ぜひですね、本当にあの、はい、ヨガに興味がある方、そうですね、入り口にもいいですね。そうですね、始めたいけど、なかなか本当よ、うん、ヨガって敷居高いと思われてるから、はい、ぜひイベントで、なるほど、はい、また、はい、私もやりたいんですけど硬いんですよ。できますね、心が柔らかくれば大丈夫。あら、じゃあ大丈夫だわ。大丈夫よ、はい、大丈夫、できるそうです。体が硬い方とかでもね気にせず、はい、これから始めたいっていう方も気にせずね、入り口として見せていただきたいなと思います。ありがとうございます。はい、それでは一旦曲を置いてですね、はい、まだまだ、山本さん話は伺っていきますので、はい、いいですね、面白いですね。わあ、二人のなんかパワーに見せられた。いやいやいや、こんなおしゃべりしてるの。いや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 、一番パワーある感じがね。いやいや、これでも猫かぶってきたのに今日。いやいや、いいっすね。すごい、銀座でもやってたんですか。はい、今もお店あります。そうなんだ、はい、すげえ。4店舗やってたんだけど、リーマンショックの後のチョコからいろいろね、セット品が出てきて、ちょっと去年さ、ね、地震とかいろいろあって、うん、なっちゃって3店舗でした。今も3店舗、今3店舗なんとか行って、すごいね、任せてみたいな、はい、私はもう隠居並みですので、ポイントで、すごい、一番いいじゃないですか、うん、毎日3年間もあらいいな、本当にすごいな、行ってみたいですね。メイクマン行って、あら、メイクマンの歌歌えるよ。それぐらいでちょっと、素敵、いいですね。ね、もう沖縄から出たくないから、どうかまた月一でも行かなきゃいけないんだけど、全然行けないです。いいな。そうなんじゃない。ああ、そうなんですね。僕がですね、膝、はい、に手を置かれたらボトル入れそうな勢いって。そうなんですよ、あの皆さんこっちに手を置くのやめさせてください。そうそう、もうどんだけ。金使うか違う。本当や。本当ね。確かに。気づいたらね。気づいたら。上手なんだよね。上手だからね。そうなんだ。男と同じけないから。そうなんですよ。しょうがない。そこは分かる。3店舗の総合も偉大だ。すごいですね。いやいや、ね、銀座ののと初めて会ったな。ゴロゴロいますよ、その辺。いや、いないでしょ、なかなか銀座はなかなかのあれですよね。そうですよ、昼間行くと知らなくれた街だけどね。昼間行くと急にネオンついちゃってなんかね、そうなっちゃって、そうなんだ。昼なんかブランドショップでもね、なんかパパ連れたなんかホステスがブルブルついてる。イライラする。自分が買ってもらえる年じゃないか。でもそういう年もあった、ね、そんな時あったけど、私31からデビューだから、遅かりし、由良之助、いやいやいや、逆にその年齢の方がいい味出てっていうか、うん、30代が一番気づくかもしれない、ね、そう、絶対いいっすよ、その若い子よりは、ね、若い子の本気ですからね、うん、本気の状況からだから、そうなんだ。ちゃんと話ができてね、はい、っていうのが一番ですから、うん、それありますね。目指せ黒柳徹子。ああ、いいですね。徹子の部屋。あれ、こどうするの？はい、人生いろいろ悩みする？なくて、そうなんですよ。悩み相談がして、今日準備してなくて、どうしましょう？いや、エッセイでも。じゃあさ、エッセイでも。はい。なんかあれば。恋愛についていろいろ話して。そうですね。せっかくの出会いっていうことで、それどころ帽子かぶりましょうか。はい、ぜひ。あら、素敵、素敵な帽子。やばめめ。さあ、この時間はガハハハ早いぞ王国をお届けしております。今日は、トロピカルビーチサテライトスタジオより素敵なお届けしております。あら、素敵。今日ね、素敵なゲストをね、そうそうそう、お招きしていろいろお話伺ってるんですけど、
この後も引き続き、山本玲子さんとお話を伺っていきたいと思います、うん、はい、すごいですよ。先ほどよりゴージャスな玲子さんに変身しました。帽子かぶるとまた一段と違うセレブな玲子さんに、綺麗なお花の帽子ね、はい、そうなの。これがないと溶けるし、うん、はい、あのシミそばかすとかシワのね、たるみとかね、原因になりますからね。やっぱり紫外線は一番大好きなんだけど、はい、抗ってる、抗ってるなるほど、シミにならないようにもうすごいです。ツイキャスも皆さんもね、いろいろコメントもらっておりますよ。はい、この帽子イタリアの絵画でしか見たことない、黄色い顔の人。ナイス、面白い。この帽子は万田久子と玲子さんしか許されないな。ありがとうございます。そうですよ、おましくも恐縮です。セレブハット出ましたね、はい、でもちゃんと顔が見えるからですね、これ。そうです ね、ちょっと日差しがね、日光がいい塩梅でこう、はい、アングルがいいですね、はい、おかげさまで。さあ、メールも来ております。はい、ありがとうございます。はい、さん、山本さん、はい、他二人さん、はい、ありがとうございます。はい、モミーやゆびしが、あら、モミーさん、ありがとうございます。ジョさんでございます。こんにちは、はい、山本さん、出身はどこですか。はい、あ、私ね、東京出身でございます。出身は、はい、はい、共通語、あまり喋れない人は好きですか。うん、あ、標準語、標準語、うん、あ、全然、うん、私、あの、こっちに越してきた時に、うちな口の CD 買ったんですよ、勉強しようと思って。なるほど、はいはい、でもなんかあんまり皆さん普通に標準語喋ってるので、うん、あんまり活用する場所がない。あら、そう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 。あ、今そうなんですけど、逆に質問がして、すみません、ハイサイとハイタイってどう違うの。あ、ハイタイは女性、あ、じゃあ、うん、ハイサイは男性のこんにちは。あ、じゃあハイタイって言えばいいんだよ。ハイタイ、そうですね、はい、もうお色気満点で言ってもらえれば、はい、まあ、大体の男はうってきます。そうですか。はい、あら素敵素敵、はい、まだ続きありますよ、はい、ハゲてる人は好きです。あのね、はい、ハゲてるっていうと日本語で言うとすごくなんか、うん、悪い意味なんだけれども、うん、実はフェロモンなのよね、これ。そうなんですね。だからヨーロッパとかだと、うん、本当にあの少し薄毛の男性の方がモテるよ、うん、だってほら、ふさふさもいいかもしれないけど、ある程度こう黄昏れてきた方の方が、うん、なんかこうむぎゅむぎゅしてあげたくなる。あ、フェロモンが出てきますからね。40も なんかね、出てきてますね、山田さんもね。そうなんですよ、おでこの方からも最近言われるんですよ。なんでフェロモンが出てきてるよ。あら、言葉だよそれ。すごくいいいいんですよ。なるほど、はい、ただですね、はいはいはい、続きがありまして、はいはい、はあ、結婚ソンバ、うん、やなしけべれこ。なんかどういうの、どういうの、結婚してるわけ、してるのっていう、スケベやって言ってる感じですね。なるほど、はい、はい、そうね、そうね、結婚しちゃったわね。あら、ハマっちゃったわ。何これ、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 やなってどういう意味、やなって、やなって言ったら、いい悪い意味でもあったり、いい意味でもあったり。嫌なっていうのは、なんていうのかな、標準語で。嫌な。嫌なわらばとか使ったりとかもするね。英語で言うと、ファックですよね。あー。いいの、公共の電波で言っちゃってるけど。いいの。まあ、英語で。ほらほら、局長。そうなんですよね。ってことは、外人も多分英語、映画とか見てたら、うんうん、悪い意味でもいい意味でも使うじゃないですか。あー、そうですね。あんな感じです。なるほど、うん、それのもっと軽い版、はいはいはい、うん、ライトな感じ、ライトな感じ、ライトな感じですね、すごくおしゃれ、はい、何様とおっしゃってましたっけ、モーミーさん、モーミーさん、モーミー、はい、モーミーモーミーさん、モーミーさん、はい、モーミーさん、はい、モーミーさん、ありがとうございます。ツイキャスでも見てくれてると思うので喜んでると思います、ね、喜んでますね、はい、さあ、もう一つメール来てます、はい、ヤミーさんは誰ですか。はい、ではメールありがとうございます。ではチェイチェイさんから来てます。チェイチェイさん、ありがとうございます。はい、今日の早見、うん、エロミヘアスタイルめっちゃ可愛い、うん、勝手な質問です、はい、いつも暑い日は何を食べてますか、うん、ちなみに私は今日ぜんざい食べました。お
これから楽しいお話聞かせてくださいね。応援してますってことで、チェンチェンさんありがとうございます。この方応援してるんですか？応援してますよ。エロミンさん私も結構あの下ネタ大好きだったりするので。見えないです。いや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 、バリバリ見えますけど。本当に。いやいや見えないですよね。すごい気柔らかな。ほらほら。いやいや、そう、昨日敬語使っちゃったもんね、話しかけるときに。私も大根さんって言って、気柔らかと思って。ほら、うん、これからわかるだろうみたいな感じで。そうなんです。暑い日は何を食べてますかってことなんですけど、レコさんどうですか？暑い日は、ね、何か食べるのありますか？あ、私納豆、うん、暑くても寒くても納豆、1日4パックノルマ。4パック、うん、あのお肌のために。はい、食べ過ぎたらって聞きません？そうでもないんだ。でも寝る前がいいって聞いてるから、うん、そうなんだ。朝、夜、昼、おやつ、夜みたいな4パック。あら、いいな、うん、寝る前食べよっかな。あ、つまりいいらしいよ。あ、なるほど。納豆好きなんですよね。あ、そうなんだ、うん、よかった。結構ね、じゃあ夜とかが一番いいって聞いたんですけど。あ、そうなんですよ、うん、夜寝る前の方が、うん、本当は腸にね、寝てる間にこう腸の善玉菌が増えるから。あと何だっけ、アマニ油を入れてる。アマニ油、あ、そうなんですか。アマニ油ってちょっと上等な油があるわけ、はい、それをちょっと入れると、うん、さらにこう腸が綺麗になって、脳も綺麗になってるみたいな。で、さっきなの。なるほど。脳も綺麗になるんですか？腸はほら、第二の脳っていうから。はいはいはい。そうそう、クリーンにしとくと脳もいいよ。そういうこと。いいですね。へー。暑い時にカレーとかもいいとか言う。あ、そうそうそう。ね、クミンがいいよね。あのカレーの成分もね。そうそう、いいらしい。なるほど。結構皆さん、栄養学。栄養学。なさってすごいですね。すごいですね。しっかりしますね。やっぱり、沖縄の紫外線だったり、またストレス社会だったりの影響で、いろいろね、山さん調べたりとかしますね。意外と山さんが洋画知ってることにはちょっとびっくりしたんですけど。いや、僕本当に洋画興味あったんですよ、うん、あ、うん、そうなんだ。そういう精神性って聞いてからに、ああ、いいなと思って。なるほど、はい、瞑想ヨガもやってますよ。多いですね。あと本当にね、あの筋肉つけるようなことをやりたいなと思ってるんですよ。素晴らしいですね。なんていうんですかね、横っ腹に変な肉がついてた、はい、変な肉、脂肪じゃないの？なんていうのか分かんない。分かんないけど、はい、それ僕ね、前はつかないんだけど、この横につくんですよ。そういうもんなの。ここにつくのね。そうなの。そう、これ厄介だよ。そうなの。これ厄介。こっちはね、あんまないんですよ。はいはいはい。でもいいじゃない、すっきりしてますもんね。そうそう、こっちはね、うん、でもこっちがね、ポンポンってなる。ポワッと、あら、あのちょっと可愛いですね。家族とかにも、うん、指摘されます。あの子供たちに足はあった方がいいけど、 ありすぎたらね。とっちゃんこれ何？かわいい。かわいいんですけど。かわいいね。そうそう、かわいいんですけど。はい、さあ、ですね、はい、コメント来てます。ありがとうございます。シュプレームさん、はい、ゆるふわカールのエロいおじさんは好きですか？あら、どうでしょうか。どうですか？エロいおじさんですか？そうです。エロいおじさん好きですけど。エロいです。エロい、エロい、エロい、エロいですか？かわいい、あの、うん、キュートなエロさ大歓迎ですね。本当に、あの、場も明るくなるしね。なるほど、はい、キュートなエロさってまた難しいですね。そうですね、まさにキュートな、あー、はいはい、すごいキュートなエロさ言ってもらえると思ってまして、うん、待ってましたみたいな感じだね。待ってました。ドヤ顔してますね。なるほど、本当に、はい、うん、いいと思うな。さあ、メルマトイッツ来ますよ、はい、では行きます、うん、よい子のみんな、こんにちは。サーロー兄さんだよ、ルーンっていう、サーロー兄さんっていうキャラ、キャラっていうか、あの NHK の兄さんみたいな。そうそう、はい、あのね、サーロー兄さんね、うん、学生の頃ね、眉毛があんまりなかったのね。ヤンキーとかじゃないのよ。ヤンキーなんでしょ。もともと眉毛が、うん、濃ゆくてね、うん、コンプレックスだったから少しずつ剃っていったのね。したらね、マッチ棒みたいになって、うん、マッチ棒みたいな眉毛になっていった。かっこ笑い、うん、眉毛が生えるまでお母ちゃんの眉かきで乗り越えた。なるべくヤンキーのいそうなところは避けて歩いた。眉毛は人の人相も変える。終わりってことで、やっぱり眉ないだけで、ね、形変えるだけでも変わっちゃったりするよね、顔。え、そうなの？するよ、うん、やってみて。なんで？おかしいでしょ。綺麗だよ。いやいやいや、やっぱ沖縄の人は眉がっちり、コンプレックスっていう意味もわかりますよ、うん、ねえ、うん、薄い方じゃないですか。そうですか、うん、綺麗だよ。薄い方
頭じゃないよ、今頭刺してましたよ。スレイコさんもこういう感じ、なんか言うよね。綺麗なお顔して優しいお友達で、いや辛口で、いやいやです。そんなことないですよ。スレイコさんに、スレイコさんいいですね、やっぱりね、はい、羨ましいってことなんですけど、やっぱり眉毛ない人も悩んでる方も多いと思うんですけど、なくて悩んでる方の方が圧倒的に多いんじゃないかな。え、そうなの？だってほら眉薄くて魔法とか言われて、うん、温泉とか女子で行くとなんかほらね、うん、常に消えない眉ペンで描かないとみたいな、ね、あります、そうなの。眉は人相学をすごくこう左右するので、この間が風水メイクアップ術のセミナーのラグナでやってたんですけど、眉の講座だけで2時間、そんぐらい眉大事なんですね。めっちゃ大事です。だから出世したいのか愛されたいのかっていう、こう欲望に応じて眉の形や、これ男もですか？もちろん男性もあると思いますよ。もちろんです。眉すごい大事だから、ないよりははるかにあった方が有利です。絶対いいと思います。なるほど、抜かないでくださいね。ねえ、そうですよ、抜いてくるように。はいはい、ありがとうございます。さあ、じゃあ、はい、もう一曲、はい、ここでお届けしましょう、はい、今日はですね、トロピカルビーチ、この雰囲気に合った素敵な曲ばかりをかけてますよ。はい。また間違った、すいません。それではここでコミュニティのとこ、こんなだったり、そうそう、楽しい。1曲いきたいと思います。はい、これはブレーカーストラです。ハッピーダプティ。ちゃんと決めてください。じゃあこれ読めないわけよ。アリス、ハプティダプティって、いや、なんか分かんないです、曲が読めないですね。山ちゃん面白いです。普通に詰まってます、詰まもういつでも呼ばれれば行きます。本当ですか？よろしくお願いします。というか来てください、またな。本当にですか？めちゃくちゃ楽しい。ね、本当にいいですよ。今はね、急なの方なんですけど、ぜひ。私おしゃべり上手だから、ネタがいっぱいそうな。いやいやいや、ね、なんかマラソンのユーティングって番組を実はイントマーティングでやってた、やってたんですか？近くでカラーの人やってて、あのゲストを呼んで、毎週日曜日ゲストを呼んで宣伝していく、徹子の部屋やってた。あー、面白い。でも私機械ができない子なんですよ。パソコンできないんですよ。すごいなと思った2人。あ、まあまあ、全然知らないから。うちはスタッフができます。本当ですか？すごい、スタッフさんいるんだ。向こういなかったので、毎週日曜息子連れてってやってもらって。だから全然違う。はい、高校3年生の子が全部アシスタントやってもうみんながっかりです。いや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 、なんでよ。ウルズって言います。ウルズさん、ウルズ何ですか？ハーフですか？いや、私はギリシャのポーターなんですけど。そうなんだ、だからこんな感じなんだ。そうなのかな。でも授業が終わったら沖縄に生まれるから。絶対最初からここに生まれるんですよ。ですね、その時は僕が見つけます。どの辺で出会ったの？どの辺がいいかな、やっぱり銀座じゃないですかね。銀座？いやいや、そこで運命の出会いをする。そして国際通りじゃなくていいんだ。あ、国際通りでもいいです。国際通りでしょ。ギリシャ。かっこいいな、ギリシャ。でも、あれなの、ほら、一時さ、ギリシャがなんかない、なんかほら、なんかいろいろ暴れてて、なんかドイツのほら、なんかユーロ危機とか引き起こした時があって、それから一切言ってない。一切余計なくさ言ってない。ねえ、ドイツの首相に怒られそうだから。これでも今日の皆さんカメラアングル最高ですよね。ねえ、うん、素敵素敵、すっごい綺麗ですね。いいですよね。本当になんか何かが私を喋らせてるの。今はこんな子じゃないんだよ。いやいやいや、番組持ってたぐらいだからやっぱ上手なんですね。やっぱり、うん、なんか降りてくられてる。さすが、気がいいから。あ、こんにちは。こんにちは。中学生、高校生ですか？あー、そうなんだ。可愛い、口紅よく似合ってるわ。ね、すごい可愛い。似合うね、赤ね。めっちゃ赤似合う。可愛い。今はどこですか？那覇です。あー、那覇から来たの？あら、いいな、女の子しかった。あらー、お父ちゃん近くになる。すごい。犬とか飼ってます？実は猫。あ、猫なんだ。猫派？犬っぽい感じ。好きなんだけど、ほら、猫の殺
見るとついなんか私が助けてあげないとこの子はって思っていっぱいもらっちゃう。はいはい、ますよ。はい。さあ、ガハハハ早い報告をお届けしております。今日は素敵なゲストをお招きしていろいろお話伺ってますけども。そうなんですよ、はい、もうね、レイコさん人気がすごくて。だからよ、うん、だからよ、ほんとよ、失礼ですよ。ちょっと失礼なコメントも読んでいいですか？ぜひぜひ。早見ごめん、はい、今日はレイコ先生を引き立て役だね。もうこれ失礼じゃなくてもその通り。まさきちゃん、ありがとうございます。失礼します。いいですよ、はい。早見はね、うん、どう、まあいいか。何ですか？あちらで言いかけて。やめてください。鶴くんさん、はい、早見のアップも可愛いわよ。あら、ありがとうございます。取ってつけたか。いいな、そのぐらいで。いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ギリシャのクォーターということで、ね、素晴らしい。本当にいろんな引き出しがあります。本当だよ、なんかボロボロ、ね、この時間だけじゃ足りないくらい。マイクで喋ってください。うっかり言ったことだから。ごめんなさい。お家じゃないんだ。そうだよね、カフェじゃないんだ。本当にそんな感じになってますね。いやいやいや、いや、いいですね。本当ね、夕日がもうかなり傾いてですね。そうなんですよ、海がキラキラして、ね、はい、この雰囲気でレイコさんがどんどんね、伝わってきて、なんていうんですかね、女子のこのフェロモン、ありますね、ありますよ、はい、当たってますよ、当たってる、うん、フェロモンが、フェロモンじゃないよ。減らないので、はい、フェロモン。もうまさにだんだんこう夜になるに従って、そうだね、オーラのようにしてきてますね。いろんな顔がありますね。顔っていうか、お昼の顔とまた違った顔、夕方の夜の顔に今変わってきますね。夜の顔はまたすごそうです。不思議なこう香りが漂ってくるね。いいですね。いやいやいや、これを学びたいと思います。私もレイコさんから。何ですか？今から私もレイコさんになりますよ。早見レイコ、銀座来る。行きたい。憧れですよね、女性は。そうですかね。でもなんかね、女子高生の今憧れの職業って、はい、ほら昔はそれこそなんかいろいろこう、スチュワーデンさんとかね、うん、CA さんとかだったんだけど、はいはい、なんかね、銀座のクラブのママなんだって今。私びっくりして。まあ、職業に規制はないけれども、でちょっと前まではさ、ほら水商売なんて言われた時代だったことも、時代も変われば変わるんだなって思って、本当ですよね。びっくりしました。いや、いいことだと思ったら、いやいやいや、なるほどね。いいことだと思いますよ。うんうん、はい、やっぱね、はい、夜の商売してる方は、うんうん、人当たりがすごいいいですね。確かに、確かに苦労してる人多いもんね。うんうん、で転がし上手。さっきなんかリスナーさんに突っ込まれてましたね。簡単に僕今転がされてますから。はい、じゃあボトル入れとく今日。もう入れます、入れます。オッケー。じゃあ彼氏行こうね。ですね。あら、いいですね。多分ですね、僕半分も飲めないで潰れるので、このテンションだと。あとはもう飲んでもらって構わないので。オッケー。はい。何でもありですよね。何でもありですよ、うん、はい、もうね、一流の社長を相手にしてきてるから、ね、上手ですよね。いやいやいや、兄貴には負けますよ。それはあれですよ、そのヨガのあれも、はい、ね、クラスも増えますよ。そうですよね、ヨガのクラスの時は、うん、あれね、私じゃないの、なんか、うん、ガネーシャみたいな、なんか上からこうなんかヨガのなんか分かんないんだけど、はいはい、絶対降りてきてると思う、はいはい、でなんか声もなんか、こんな声じゃないの、ちょっとよそ行きの声って言ったらいい、なんていうの、かしこまったって言ったらいけないんだけど、決して嘘ついてるわけじゃないんですよ、はいはい、勉強してきたこと頭に入ってるから言うんだけれども、はい、なんか落ち着き感がいつもと違う。なるほど、なのでヨガの時がとっても私自分が好き。やっぱりほら、お客さんを相手にしてる時って、うんうん、お客さんを1万円だと思えって言ってね、はい、先代のママから教わってるから、はい、お金と思って喋んなきゃいけないでしょ。いや、ごめんね、夢壊せなこと言って。あ、もう完全壊れました。音立てて壊れて、うん、いやいやいや、ヨガもね、すでに声から変わるのね。ちょっとやってみようか、はいはい、では皆さん、両鎖骨でしっかりと大地を踏み締めて、鼻から吸い切れ、背骨長く引き上げます。なんかこんな感じ。なんか素敵。今スイッチ入ってきた。そんな心に届けっていう感じで言っちゃうの。こんな感じ。素敵、ね。すごい。声もね、変わって自分自身も変わるってことで、うん、やっぱヨガの力っていうのはすごいね。
そうですね。私喋るお仕事してる中でやっぱ呼吸法っていうのも習いたいっていうのもあるんですけども、やっぱヨガでもそういったのも取り入れて、まさに呼吸です。うん、呼吸とあと瞑想 ね、 瞑想ね。あのスティーブ・ジョブズとかビル・ゲイツさんがね、はい、やっぱりこうあの瞑想によってあのビジネスをっていうことなんですけれども、はいはいはい、やっぱり落ち着きと自己集中ってすごく大事だし、自己実現とか、はい、あの自己肯定とかも大事なので、はい、皆さんぜひね呼吸法を覚えて。あ、なるほど、呼吸法って言いますね。ヨガ、うん、のね経典にね何世紀も前のがあるんだけど、紀元前のにあるんだけど、息が乱れれば心も乱れる、あで息が整えば心も整うっていうね、すごい奥深い言葉もあるんです、はい、なるほど。だから皆さんテンパったらちょっと呼吸、はい、深呼吸してみて、あそれだけで落ち着くはず。うん、うん、そうなの、そうなの。なるほど、いいですね。いい話が聞けました。さすがですね。さあ、レイコさん、イベントもう一度、はい、お知らせしておきましょうか。はい、お願いします。はい、8月の、はい、8月の12日です。12日の夕方5時から、はい、宜野湾市民体育館、はい、ウィンアリーナにて、はい、ビューティーヨガ&ハワイアンフラをお伝えしていきます。はい、皆さんぜひ、グループでご応募してください。はい、ぜひね、ヨガに興味がある方もない方も、はい、ぜひまずは参加してみてください。いろんな、はい、お店もそうなんですよ、はい、ありますの で、 ますので、ぜひぜひ、はい、ヨガだけじゃなくてレイコさんいろんなものを学べますからね。そうですね、すごい。そうありがとうございます。つるくんさん、レイコママなら1万と言わず3万5万でもいけそう。あらあ、来るよ出ました。すごいね。もう完全にいますからね。もうあってもいないのに5万円戻ってきてますからね。もう顧客が素晴らしい。すごいですよ、これは。ありがとうございます。さあ、お時間となりました。早い増刻終了になりますけど、あっという間の、あっという間の、足りないぐらい、レイコママ、レイコママの、いつの間にかレイコママになっちゃった。よくやろ先生だ。先生だ。先生のお話伺いました。今日は素敵なゲストね来てもらいました。もう一回最後にお名前の方、はい、皆さん今日は初めましてでしたけれども、はい、今後ともよろしくお願いいたします。ヨガ講師の山本玲子です。はい、はい、この後お届けしました。それでは、はい、さよなら、ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。もういい経験させていただきます。いえいえ、ありがとうございます。忙しいのに来てくださってめっちゃいい経験できました。あら、嬉しい。ありがとうございます。本当に楽しかったですね。ぜひまた、ね、スタジオでも来てください。はい。